タケル、今日からよろしくねああ、よろしくタケル、今日は元気かああ、元気だタケル、機嫌悪いのか自分、なんかしちゃったかな機嫌は悪くない、すまない 何を話していいかわからないから、黙ってたえぇ、ー、ラジオだから喋ってくれないと困るぞこの1ヶ月、大丈夫かぁタケルは何か好きなものとかあるの色々あるが、そうだなエンジョージさんとこのラーメンは好きだラーメン高カと同じだね 四条さんもラーメン好きなのかそうそう超大盛りのラーメンをペロリと食べちゃうんだへえちょっと勝負してみたいななんだかあいつみたいだなあれ猫吉ついてきちゃったの今日はお留守番って言ったでしょ猫あそうだ ちょうどさっき買ったのが。<laughs> 煮干し食べるかあダメか。猫缶の方がいいか。んお腹空いてないのか。じゃ。ほら、猫じゃらしだ。お猫吉はこれが好きなのか。<laughs> ほらほら、よーし。 タケルとネコ吉も仲良しだね。あ<っ>、もしかしてネコ吉これが目当てだったのか。ううん。今日はみんなでもやし祭りですよ。わーい。いただきますあうーん。おいしい。あ、タケルは食べないの？もらっちゃうぞ。俺も。 食っていいのかもちろんですそのためにたくさん作ってきましたよありがとないただきますうまい高槻さんは料理が上手なんだな <laughs> 嬉うれしいですうちでは妹や弟たちもいつもおいしそうに食べてくれるんですよそうかだから なんか懐かしい味がするんだなたけるは元プロボクサーなんだよねああ昔の話だが私、ボクサーの方に初めて会いましたパンチってどうやるんですかそうだな例えばだがジャブでけん制してワンツーからのアッパー 私にもできるかなよいしょあははるか <laughs> 大丈夫足元には気をつけてるからよしたけるさんの真似をしてジャブで牽制してシュシュワンツーからのアッパーおお 浜美さん、大丈夫か